どうも西田渉です。私はプロカメラマンとして20年間人物を中心に撮影しております。また写真家としましては2018年にカラーオブ香港という個展をキャノンギャラリー銀座、名古屋、大阪で開催いたしました。また同名タイトルのこちらの写真集も発売しております。第43回 2018JPS 展でも入選しております。また私のツイッターでは写真レタッチのワークショップを無料で開催いたしておりますので、ぜひそちらもご利用ください。で、本日なんですけれども、スナップにおける肖像権、そして撮影手法についてお話ししようと思います。この収録が2020年の2月の8日なんですけれども、ある写真家さんが人の目の前50センチぐらいで渋谷の街で断りなくどんどん写真を撮っていって、それが世の中のネットにどんどん上がったり、作品として、またはカメラメーカーのまあオフィシャルの作例として上がっていっていたっていうところで、ちょっと物議を醸しているんですよね。で、私もその街中をスナップするのをライフワークとしているので、ちょっとね、これが世の中的にこれ当たり前ですとか、あまりにも議論が悪い方向にスナップ写真自体が全体が悪だっていう風な世の中の流れになっていったら困るなっていう思いから、ちょっとですね、私なりにも見解を先に申し上げておこうかなという風に思っております。まずですね、これは客観的な法律上の問題とかにも基づいてお話していこうと思っております。私はもう以前に人の目が気になる際の撮影手法、そして肖像権っていうところで動画をすでに作っておりますので、そちらのダイジェストのような形でそちらもご覧いただきつつ、今回起こりましたいきなり人が来てこの目の前の50センチでいきなり撮影するっていう私の見解を述べていこうと思っております。まずですね、街中をこう歩いています。ポケットにカメラを入れています。人がこう来ました。そこでいきなりパッとこうカメラを出して人の前で撮ると、で、人もやはりびっくりしますよね。で、人がこう避けていったりっていう、そういう映像が、あるカメラメーカーのオフィシャルで上がって、それがちょっと炎上してしまったとっていうところですよね。まずこういう撮影の行為に対しての法律的な見解、法律的な問題というところをまずご説明しようと思います。これですね、あくまで私の意見ではなく弁護士にちゃんと確認を取って、ただそれが弁護士の一弁護士の見解というところでお伝えしていこうと思います。まずですね、法律的な問題ですね。こういきなり来た方、街中で来た方をバッと撮るっていうところなんですけれども、これですね、プライバシー権の侵害というのは街中なので起こり得ないと。ただこれは明らかに肖像権の侵害になることは間違いないらしいんですね。こう来た人をバッて撮るっていうことは、肖像権。肖像権っていうのはですね、刑法ではなく民法の方になるので、民法の709条っていうところに全部包括されるんですよね。その他プライバシー権とか知的財産権とか、そういったものも全部民法709条に集約されていくので、709条内の中での肖像権侵害というところに当たるっていうところはまず1点。そしてですね、次は都の条例になるんですけれども、よく皆さんもね、お聞きいただくと思うんですが、迷惑防止条例ですね。こちらはだいたいそうやって人が不快になるようなことをしてはいけませんみたいな、広く抗議な意味での、またこちらも条例ですね、この2点に抵触する可能性があるっていう言い方をするみたいですね。やはり法律家はその確実に 100% そうだっていうことは、やはりこの裁判所の判決を経てそれが確実性をもたらすので、この行為は確実にもう絶対に法律違反だっていうことは言えないんですが、考えうるのは肖像権侵害、民法709条に抵触するっていうところが1点と、あとは都の条例ですね、迷惑防止条例に抵触する可能性がありますっていうことですね。これがまずこの2点が法律的な問題です。もう1点ですね、その法律とかを超えた人のその心情とか気持ち感覚の部分ですよね。これに関しては、その僕も映像を客観的に見たんですけども、これは僕の個人的な意見ですが、被写体撮られてる方50センチに来た方をバッと撮るっていうことに対しては、旗から見てても違和感とか不快に思う行為ですよね。そういった撮影をすること自体はもう基本的には論外かなっていうふうに僕は結論付けております。やはりね、純粋にここに来たこう通りすがりの人にいきなりポケットか何かを出したら普通に常識的にびっくりしますよね。驚かすということ自体もやはりそれこそ迷惑な行為、迷惑防止条例にも引っかかるですし、もう法律とかの前に、モラルの話ですよね。こういった行為を皆様がしてるってことはありえないんですよね。僕ももう本当に20年間スナップをしてきてますけれども、僕なりの手法で人に迷惑をかけない手法はどういったものかっていうところを考え尽くして、やはり楽しく、そして作品としても先ほど申し上げたカラーオブ香港とか、そして今度カラーオブ東京もしますけれども、そういうところに非常に留意しながら撮影していますので、ぜひそちらも合わせて
ダイジェストの今からの映像をご覧いただけたらと思います。撮影手法とその後に肖像権というものに対しての考察ですね。確実にグレーゾーンなんですよね。民法ということは相手から訴えられて初めて、裁判所が判決を下して初めてそこで成立するものですから、相当突き詰めないと黒白はつかない。まあ確実に肖像権はグレーなジャンルでも、後についていくのはモラルの問題というところになるので、そういったところを解説しております。ではそちらの方をぜひご覧ください。ではどうぞ。本日は他人の視線が気になる場合の撮影方法というところをテーマにお話ししていこうと思います。先日なんですけれども、視聴者の方からこういう質問をいただきました。スナップで一眼レフを持っていくと視線が気になって撮影するのをやめてしまいましたと。で、西田さんはそういうトラブルに遭ったことはありますかっていうので、まあトラブルっていうのはおそらくこうなんか指摘されたり、何を撮ってるんだとかっていうふうに指摘されたりすることだとは思うんですけれども、まず結論から申し上げますと、基本的に僕そういったトラブルはまずないですね。と言いますのも、視線が気になる際は僕カメラのサイズとか撮影方法を変更するようにしております。ただこれはですね、前提条件として撮影禁止場所以外での撮影方法としてお話ししております。もちろんそこだけは皆さんを守って撮影していただくことをよろしくお願いいたします。まずですね、撮影方法、その他人の視線がちょっとこういろんな人がこう 見そうだとっていう、なんか他人の視線が気になる場合での撮影手法をお話していこうと思います。先ほどね、結論からもちょっと申し上げたんですけれども、まず一つ目はコンパクトカメラに切り替えましょう。そういった際はこういったやつですね。これリコーの GR っていう機種です。こういった感じですね、リコーの GR カメラで、これも APS-C の CMOS が入っておりまして、これすごい映りがいい優秀なカメラですね。でどうですかね、こういう風に見ていただくと、これ EOS 5D Mark IV に EF2470 の F2.8 のレンズですね。これと GR デジタル、このぐらいの差がありますよね。これとかだともう本当こうポケットに入って、この辺の上着のポケットが入ってスッと出して、押したら起動ももうこれで用意ドンで、はい撮れましたと。まあ大体2秒ぐらいで、あって思ってから2秒ぐらいで大体撮れますよね。なのでまあもちろんこれでこう構えてたら結構大きいじゃないですか。で写真を撮ってるぞっていう行為ですよね。まさにおそらくその視聴者の方も、まあ例えばお祭りの場所とか行ってこうやって撮ってたら、やはりこう なんかねお祭りに来てる方が うわ撮ってるなっていう風に思われるのが、ちょっと気持ち的にちょっとこう、ね、気遅れしちゃった部分があったと思うので、まあそれは分かんなくないですよね。もう僕とかだともう結構麻痺しちゃってるって言ったらあれなんですけれども、絵が撮りたいからもう撮ってやるみたいなところで、で言われた時にはそこでね、相手の方と逆にコミュニケーション取ってね、なんで撮ってんだって言った時、このお祭りが楽しいからとか素敵だからとかっていう風に説明づけられるようにはなっているので、まあ逆にそこもチャンスだと捉えてコミュニケーション取って、もしよければその人のもう一枚撮っちゃうぐらいのしたたかさを持ってたりはするんですが、ここはちょっとその話とは別として、やはり視線が気になる、気遅れしちゃうっていう際には僕ももちろんあります。で海外に行ってここちょっと怖そうだなっていう、だけどでも撮りたいなとっていう時には、やはりいかにもこんなので撮ってたら、もしもがあった時にね、ギャングの人とかが出てきてねとかになったらもうシャレにならないですからね、海外とか行ってて分かんないですから道って。なのでそういった際はやはり僕でもこの辺を用意しますね。もうポケットに忍ばせておいて、やっぱり普通に歩いててあっと思った時に、あそこ面白いなと思った時はもうこっからポケットからこの親指、ここ電源なんですけれども、こういった形で電源なんですけども、親指に常に電源ボタンに親指をかけておきます。でこうやってあって思った瞬間にもう押してるんですよね。でそこであそこと思ったらもうここで押しちゃえばこれで撮れた。その代わりこれはもう本当にコンパクト機を選ぶ際は、まあ、フルサイズまでは言いませんけれども、最低限 APS-C 機のやつは選んでください。やはり写りが良くないと意味がないので、こういう一眼レフタイプとも遜色がないぐらいのコンパクト機を選ぶと、それが一つ方法かなと思っております。じゃあコンパクトではなく、次なんですけれども、コンパクトではなく一眼レフでもしもそれでも撮るって言った際の方法として、もう一個僕がいいかなと思ってる提案方法は、まあ、5D Mark IV は無理なんですよ。なんですけど、今のカメラって EOS R とかもそうですけど、バリアングルついてるじゃないですか。とかソニー機だったらこう、ね、チルトできるじゃないですか。こうミラーがこうクイッとこうこっちに動くと、
で人って顔と顔が真正面にあるとやはり警戒するんですよ、 目線が合うと言いますか。なんですけど人って下を向いてると意外と他の人って警戒しないんですよね。であの人は下向いてるから多分こっちは見てないな。でそこを逆に逆手にとってバリアングルにしました。こうしてみてここで撮影しちゃっとくんですよね、こういう形で。で昔中盤カメラ、フィルム中盤カメラ、ハッセルブラッドとかあったんですけども、それもウエストファインダーレベルって言ってこうやって覗いてここから光を通してこうやって撮ってたりするっていう、それが逆に被写体との距離感がすごく間接的になってより良い表情が撮れるとか、そういったこともあったんで、面と向かって撮るのもいいんですけどこっちを向いて向こうを撮るっていう行為自体は意外とね新鮮で面白いですし、さらに言うと今回のテーマにも結構即してて合ってて、他人の視線が気になるっていうんだったら要は自分が気後れしてるものが、実際に言うと他人ってそんなに自分のこと気にしてないです、僕の経験から言うと。ただそこはやはり自分の気後れから来てる部分だと思うので、それは逆に自分を自信つけるため、自分はもう今他人から多分見られてないなっていう状況さえ作ってしまえば意外とガンガン撮影できちゃうもんなんで、なので次のパターンはバリアングルにして、バリアングルかチルトにして、ソニー機だったらチルトにしてこうやって撮ってみてください。こうやって下を向いて撮影するっていう、そうすると本当に意外と人目線カメラに見てても来てませんよ。なのでこれはね僕はおすすめな撮り方かなと思っていて、なので一つはコンパクトカメラに切り替える。ライカのいいところも結局相手とは覗くんですけども、やはり特体がちっちゃいっていうところとシャッターの方がちっちゃいっていうところで、なんか優しいカメラだなっていう感じがあるので、攻撃性が低いと言いますか、まあ、そういったこの見栄えっていうのをちょっと気にしてあげるだけで、その辺の自分自身の気後れも減りますし、実際に相手からの視線っていう、相手も何か写真撮ってるっていう行為自体もそこまで目立たなくなるのかなというふうに思いますよね。では総括に参りますね。早速で総括なんですけれども、他人の視線が気になるっていうのはやはり意外と主観的な問題なのかなと僕は思っております。主観的な自分の気持ちを楽にするためにも、こう自分が目立って、今自分はそこの現場でそのいる場所で目立ってないなって思えるそのシチュエーションとか、こういったカメラを選択する必要があるかなと思ってますね。そこさえ自分の気持ちさえ楽になってしまえば、人って先ほど申し上げたように見てないですから、意外ともうこういうのでちっちゃく忍ばせておいて、撮ろうと思ったらあいーつって撮っちゃって、またこうやって電源を落としてスッて入れれば、これは隠し撮りではないですけど、比較的そのスナップシューターってやっぱ速射性が必要なんですよね。そういったところを身につけていくと、どんどん自分にも自信が出てきて、あって思った瞬間にもうこういう風に親指でかけてたり、電源にこういう練習しとくのもいいですね。もう常にいつでも撮れるよっていう自分だけの準備をしとくっていう、そうするとすごいね、どこに行っても撮影ができるぞっていう自信ができますね。で、もう一点なんですけれども、まあ総括のもう一点で、まあ、スナップの際によく、まあ、論争になるって言いますか、まあ、よく SNS とかでも話題になるその肖像権の問題ですよね。そういった街中でのスナップでそこに映り込む人っていうところは、まあ、やはり個人が特定できるような写真っていうのは問題になりやすいのかなとは思うんですよね。ただ街中歩いてて、まあ、例えば109、渋谷の109とかのこうバーンってあるんですけど、109は映ってるんですけど、目の前にいきなり人の顔がたまたま映り込んでて、そこ結構でかくてその人の顔がドンとあったりすると結構個人特定できますよね。そういうのが SNS に上げちゃったりすると、まあ一応その人の肖像権はさすがにっていうところにはなりがち。ただここも肖像権って結構難しくて、難しいと言いますか、判断の部分がかなりグレーなんですよね。例えばですけど、そういった公共施設とかで行動している人っていうのは、例えばスポーツの会場とか公園とかね、そこにいる人っていうのはもともとが大勢に見られるっていう条件のもとそこにいらっしゃる方なんで、まあ、こちらからねもう本当悪意を持ってその人を写して全世界の SNS にアップするっていうのはもう論外ですけれども、まあ、その辺のね、だからその人がサイズもちっちゃくて、写真の主題は明らかに別のところにあって、その人がたまたまちっちゃくいるっていうところに関しては、本当にその人の不利益を被らせるのかっていうところには考えられますよね。なので肖像権侵害に当たるかどうかってなるとっていうね、よく言われてるのはカップルとかだけは気をつけた方がいいっていうのは実際にあったりしますね。そのカップル自体が本当に夫婦であればいいですけれども、もう本当にただの恋人同士であっても、どういう恋人かどうかわからないとかっていう
ケースはありますから、とにかく肖像権というのはその写った方が不利益になるということが一番ダメな行為なので、そこだけを意識して、まあ、自分なりの判断をまずは持って、その上で SNS とかにアップする際は考えてアップしましょうということになりますかね。だから僕とかよくやるのはスナップなんですけども、基本的にそこまで計算して人の後ろ姿しか入れないようにしようとか、主題になるべくピント合わせてぼかしとこうとか、奥の景色はとか。なんでパンフォーカスも僕結構手法としては使いますけど、パンフォーカスする際は人がいないかとか、なるべく空を見上げて人の頭が映り込む、もしくは頭切っちゃうような構図で結構撮っちゃうことがありますよね。なんでその辺ももう自分の中でこう計算して、それも自分の作風に取り入れてしまう、その肖像権も一瞬でクリア できてしまう構図とか画角とかを訓練していくのも大事かなとは思いますね。なので最後ちょっとね、話はちょっと肖像権の方まで及んでしまいましたけど、まず他人の視点が気になる場合の撮影方法というのは、一つはカメラをコンパクトにしましょう。ですぐに撮れるカメラで APS-C 以上のカメラを選んでおく、コンパクトちっちゃいやつ、それとあとはバリアングルができる機種、それは大きい小さいに関わらず、これもそうなんですけども、大きいですけど、これがもしこうバリアングルとかチルトができるものに関しては、前を向かずに下を向いて撮ってみましょうということですね。この2点がその他人の視線を気にせずに撮れる結構楽な方法かなと現状僕は思っております。はい、いかがでしたでしょうか。肖像権っていうところに対してはかなりグレーなところだと僕も思うんですよね。で、難しいからこそ最初からそういったことをクリアしておく、写真を撮っておく、スナップにしても撮っている最中も明らかにあの人怪しいなっていうふうに思われないようにする行為っていうのはすごく大事ですよね。明らかに撮ってるよっていうところを気づかせないようにさらっとこう撮ってしまう、パッと撮ってしまうんです。で、もちろん被写体からの距離を取っておくと、あなたに攻撃性はありませんよって、やはり人と人とが近くなるとね、本当にそこでみんな防御本能というのが働くので、そういった意味でなるべく関係ないところ、人とは距離を取っておくと、撮影する側もですね、そういった心がけが必要かなと思います。その本当に何度も申し上げますけど、モラルの問題として客観的に見てもですけど、自分がされて嫌だなって思うことは人にもしちゃいけないですよね。もちろん作品性アートっていうものは法律だ、例えばその宗教だ、いろんな概念を超えていくべきものだっていう考えられている方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、そのね、そういった前にアート、写真表現というもの自体もみんなと共に作り上げていく、いろんなものがあって初めて成立するものですし、そこに関してはやはりこの協調性とか他の人の気持ちとか、そういったことを考えるのが重要なのかなというふうに今回の件は思いました。というところでですね、皆さんもいろんな、ね、ご意見とかあると思いますので、ぜひそのコメント欄等でそちらのご意見もいただけたらと思います。合わせましてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渉でした。